今日は無添加の加工肉が手に入りましたので食べたいと思います。ありがたいですね。そう、この間ハムが食べたくって、あ、分厚いで、ローストポーク自分で作ったんでした。そうです、今日は買ってみました。久しぶりにクイニーアマン食べます。クイニーアマンってめっちゃ美味しいですよね。ちっちゃな頃からあったけど美味しいですよね。めちゃくちゃ甘くて、もうちょっと大きいのもあったけど半月タイプにしました。はい、あとはルッコラは塩とオリーブオイルとビネガーがね、あ、胡椒とちょっと蜂蜜のビネガー使ったんで、最近使ってるんですけど、なんとなくこのルコラのピリッと辛いのと合うんじゃないかなと思ってます。卵はもっと半熟の予定だったけど結構なんか火通っちゃいました。はい、いただきます。時中にもかかわらず、登る？登ろう。はい、ここ寄りたかったね、ま。おはよう。キャロットラッペを作っていたのと、ゆで卵と、昨日じゃがいも蒸してたんですけど、それのちょっとひとかけらがあったので、それと、ハムとヨーグルトは、あれ、デジャブのようですか、洋梨とグラノラです。いただきます。ジャンボンブールのサンドイッチです。大好きなパンの中で3位以内には入りますね。ジャンボンブールは大好きです。ハムとチーズです。最高。あとマスカットと今年初ラフランスです。いただきます。You can open.マリーが来ました。マドタンマドー君、あれ、どこ行ったん、マーちゃん、マーマーママご飯する？あ、昨日全部食べて偉かったね。マーあーかわいい、あーかわいい、一緒に食べる、ご飯は鏡見てんの
まあもういいの。まあ伸び伸びして歩いて。はいはいはい。すごい雨降りそうなぐらい曇ってたけど、夕日がその曇っている曇り雲の間から差し込んできました。綺麗だね。またんかわいい。あーふー疲れた。またまた一生懸命忙しそうだ。まーちゃん忙しい？とんでもなく忙しそうです。ルカフェボンボンのマドレーヌをいただきます。超シンプルなパスタです。本当にでも美味しいんですよ。このプチトマトがすごい美味しい。豚うまかったので、イカシでオリーブオイルと塩とコショウと、あとはパルミジャーナレジャーノ削りました。いただきます。今日はパンオショコラをゲットできましたので、パンオショコラとラフランスです。いただきます。秋ですね。ここのチョコレート好きなんですよね私。でもこの食べれた多分初めて、このよかったです。チョコ1列食べましたが、赤ワインとちょっとアペロですね。あとコンテチーズもちょっと食べてます。はい、と桃とフロマージュブランです。フロマージュブラン何も砂糖とか入ってないやつなので、ちょっとだけジャムを添えました。はい、忙しいわ。はい、忙しい。
大忙しのマドくん忙しいねな。今さっき帰ってきたんですけど、かなりキューキュー言ってお迎えしてくれたのに、もうこんな感じです。忙しそうにしてる。まあまあこっち向いて、まあマドウくん。マドタン。洋梨と、洋梨はあともう4分の1ぐらいになっちゃった。あとはガトフロマージュです。ガトフロマージュもあとちょっと結構濃厚になってきました。暗いんですけど朝食です。いただきます。今日のおやつはキミシグリをいただこうと思います。いただきます。今年最後の桃かな。うちにある桃の最後を食べております。まだあるのかな。もう9月入ってるんですけれども、美味しいんですよね。いただきます。マドくんここで寝てました。一緒に寝てくれない男ですよね最近、マリちゃん、ね、夏の間はしょうがないね。この部屋はエアコンをつけていないんですけど、お気に入りね、まーちゃんの夏の。あ、優しいまーちゃん。でも寂しいのか朝方遊びに来るんですけど、今日は来なかったね。あ、優しいまー、私の手汗を手汗も何も書いてないですけど、優しいね、まーは。自立してねんな、まーちゃん一人で寝れんねんね。身のマッサージを私はこうやってしてます、毎朝。マリーの、ああ自分ですの。でもね、いつも触りに来ちゃいます。朝起きてすぐ窓に割と触らせてくれる。まあ、あんたお水飲んだか今日。でもちゃんと飲みます。水も飲むし、ご飯もちゃんと食べるし、トイレも行くし、健康で本当に何より。あ、指すいたかった。はいはい、指すいたかった。あ、ちょっとなんかいつもなんか指す角度があれだと喉にその唾液が詰まっちゃうんじゃないかと心配になりますけどね。あー、マドちゃん、よかった。おはよう。眠くなりそうじゃない、そんなしたら。あらま、ん？ああ優しい優しいも、ありがとう。一緒にお願いします。忙しい。